エンリコ・ファブリスはイタリアの男子スピードスケート選手。イタリア人として初めて同競技でオリンピックのメダリストとなった。ロアーナのアイススポーツ協会で6歳の時にスケートを始め、16年間に渡り所属した。その傍ら、パドバ大学で環境学を学ぶ。その後地元の警察官により構成されるチーム、フィアメヨーロに加わる。 2006年トリノオリンピックでは1500メートルと団体パシュートで金メダル、5000メートルで銅メダルを獲得。東急オリンピックの1大会で3個のメダルを獲得したのはイタリア人として2人目であった。2007年には5000メートルの世界新記録をマークしたが、1週間後スベンクラマーに塗り替えられた。2011年11月に引退を表明した。 ワールドカップでは優勝9回。2015年12月にイタリアスポーツ殿動入り。AB スピードスケーティングバイグロフィスエンリコファブリス国際スケート連盟によるバイオグラフィ、トリノオリンピック団体パシュートで優勝した時のファブリス。ありがとうございます。